皆さんこんにちは、台湾在住の愛子です。実は先日ですね、私新型コロナウイルスに感染してしまいまして、その際にちょっと役に立ったことがあったので紹介したいなと思います。今回コロナに感染したのは初めてなんですけれども、感染の経緯は分かっておらず、一番最初に私の旦那が感染しまして、その後家の中で隔離をして生活するっていう形だったんですけれども、部屋を分けて、それからトイレやお風呂も分けていました。ただ感染力が非常に強いということもあって、家の中で隔離していてもやっぱり結果的には家族内で感染してしまいました。最初に旦那がかかり、その次に私がかかり、その次に長女、その次に次女、見事に順番にかかってしまったんですけれども、大人と子供とでもそれぞれ症状の出方も違ったりしたんですね。まず一番最初にうちの旦那が高熱が出て、それから頭が痛くなり、すぐに検査キットを買って検査したら陽性だったと。そして家の中で隔離をして生活をしていたんですけど、その後に2日後ぐらいですかね、私が朝起きた時にすごく頭が痛かったんですね。なんかこれは怪しいなと。もともと偏頭痛持ちでよくね頭痛くなったりするんですけど、そういう時の頭の痛さとは本当に違って、もうすぐに高熱が出ているって分かって、わ、この頭の痛さは普通の頭痛じゃないぞと。で、熱を測ったら40度近くあって、でもう完全にやられたなと、感染したなと思い、検査したらやっぱり陽性でした。見事にその後に娘たちも順番にかかってしまったんですけど、まあ今回この家族内で感染してしまって困ったことが、やっぱり熱が40度近く出るともうほぼほぼ家事ができないですね。家事がほとんどできなかったです。で、まあ40度ぐらい熱がある中で、最初の1日目は昼ご飯をね、ちょっと簡単なうどんとかを作ったりしてたんですけど、もうね、熱が40度近くあったんで、もうほんとフラフラ状態で、その日から2日ぐらいは日中ほとんど寝ていました。で、今回怖いなって思ったのが、コロナの感染後ですね、約1週間の間で高熱や頭痛以外に倦怠感がすごかったです。私が一番辛かったのはこの倦怠感なんですけど、すごい疲れ、体全身が疲れた感じで、体全身の力がない感じがしばらく続きました。で、陰性になった後もこれが続いてですね、これが後遺症なのかなって思ったんですけど、もう体がすごいだるい、熱中症みたいな感じですかね。ほんと1週間から10日ぐらいはずっと毎日すごいなんかだるくて、体の力がなかなか出なくて、朝も起きられなくて、もうずっとソファーで横になってるっていう状態が続きました。これが一番辛かったです。で、そんな中で熱は最初の2日で下がったんですね。最初の2日だけ高熱が39度、40度まで上がって、3日目からは下がりました。というのも、台湾にはゾンイーっていうお医者さんがあるんですけど、ここでは漢方を出してくださいます。感染が分かった後にすぐに旦那が漢方のお薬をもらいに行ってくれたんですね。政府にも認められているというちゃんとしたコロナのお薬というか漢方みたいなんですけど、それが非常に効果があったと言いますか、私の中ではこれを飲んだ後に結構体がすっきりした感じがしたんですね。で、これは子供も飲めるということで子供にも飲ませたんですけど、こちらですね、台湾チンガンイハオって書いてあるこの薬漢方ですね。この漢方と、あとこれ同じなのかな、わかんないんですけど、こちらも、お湯に溶かして飲むタイプで、この漢方を最初の
感染が分かった初日から飲んで2日3日目と飲むうちに頭痛がすぐに収まりました。それから倦怠感はね、なかなか抜けなかったんですけど、そのね、熱もすぐに下がりました。で、あとね、他にも漢方をもらってきていて、ね、こういった感じの葉っぱですね。で、これをお湯で溶かして飲むんですけど、これがね、味がね、結構ね、苦いです。苦くて、苦手な人は苦手だと思います。前もね、漢方は飲んだことがあるんですけど、この味は結構ね、苦手ですね。なんか辛いなと思いながら飲んだんですけど、でもやっぱりすごく効果がありましたね。それからこの漢方を飲んだ後っていうのは、なんか悪いものを外に出してくれる効果があるのかわからないですけど、基本的に漢方を飲んだ後すぐに便が出ます。で、お通じが良くなって、この薬にはそういう別に美容の効果もあるのかわかんないんですけど、お通じが良くなって、そしてなんかおでこにあったニキビもなくなりました。肌にできていたニキビもなくなりました。なので、やっぱりなんか漢方って体にいいのかなっていう風に実感しましたね。ちょっと話はずれちゃうんですけど、台湾ではこのゾンイーっていう中国医学と言われる漢方を出してくださるお医者さんがかなり普及しています。一般の方でも風邪をひいたらお医者さんではなくてこのゾンイーに行くっていう方も結構見えます。で、聞くところによると不妊治療なんかにも漢方が使われることもあって、台湾までわざわざ来られる方もいるみたいです。私も実は台湾に来る前、日本に住んでいた頃に便秘がかなりひどくてですね、それも中学校高校ぐらいからずっとかなりの便秘だったんですよ。もうひどい時では1週間お通じが全然ない時なんかもあったりとかして、かなりやばいですよね。産婦人科とか内科とかで見てもらったこともあったんですけど、お薬飲んでも全然効かなかったんですね。で、いつも市販の便秘薬に頼っている生活が何年も続いていたんですけれども、台湾に来た後に初めてそのゾンイーに行って出してもらった漢方の便秘薬、それがすごい効いたんですね。で、それを1週間ぐらい飲んでから体の体質が変わったのかわからないんですけど、それから見事に出るようになって、かなりそれにはびっくりしたんですけど、普通のお医者さんではなくて漢方っていう選択肢もあるんだなっていうふうにその時に初めて知ったんですね。で、今回こういったコロナに効く漢方のお薬は日本にはあるのかな、ちょっとわからないですけど、友達にこういう漢方あるんだよっていう話をしたら、日本で聞いたことない、そんな漢方あるんだね、知らなかったって言ってたので、日本ではあんまり普及してないのかわからないですけど、まあ今回はそういうものもあるんだよって感じで紹介させていただきました。今はですね、完全に治って復活しております。元気もりもりです。今ね、また日本でも流行りだしたみたいなので、皆さん体に気をつけて、台湾の皆さんも日本の皆さんも自分の体を大切に毎日元気に過ごしていきましょう。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。ちょっとね、つまらない動画になってしまったかもしれないんですけれども、もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様、健康に気をつけて、バイバイ。動画を見てくれてありがとう。もしこの動画がいいなと思ったらグッドボタンを押してね。チャンネル登録もぜひよろしくね。谢谢收看我的影片。如果喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，还有记得追踪我们的 IG 哦。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。